古典朗読「平家物語」尾崎四郎「現代語訳平家物語」第2巻「雑流し」自称元年5月5日永山の雑す「命運大奏上は」は 宮中の出入りを差し止められた。同時に天皇・平安の祈りをささげるために預かっていた如意林観音の本尊も取り上げられたさらに警備医の長を通じてみこしを振り上げて都へ押し寄せた張本人を摘発せよという命令も来ていたこうした矢継ぎ早の朝廷の強行策は先の京の大火事に 原因と理由があったろうがもう一つにはとかく法王の信任厚い最高法師があることないこと三門の不利になることばかりを後白河法皇に告げ口したためであったそのため法王はひどく三門に対する心証を害されているようだったただならぬ事態の変化を読み取って命運は 早々と天台座を辞任してしまった。代わって、蕎麦天皇第七王子、各界方神皇が天台座となった。その同じ日に明雲は、全座の職を取り上げられた上に、監視までつけられ、水さえもろくろく飲まされず、まるで罪人扱いであった。十八日には、 この命運の処遇問題についての会議が開かれた。誰もが法王の前をはばかって、これという意見を出すものがなかったが、一人、左大弁の最小の藤原長方が膝を乗り出し、法律家の意見によれば、死罪を一等減じて流罪ということになっているようでございますが、とにかく全す命運大僧上は、 他の者のとはこと変わり、その学問の深さ、天台、神言、領衆を得得した東大稀なる瞑想で、行いは正常、戒律を破ったことのない徳高い人です。その上我々にとっては、お経の死でもあり、高倉邸には法華経を授けられた師でもあります。これほどの人を流罪にすることは、決して穏便なことではござりません。 何とぞもう一度お考え直しになった方が良いのではありますまいか」と苦々しげな顔を一層こわばらせている法王の前で恐れる色もなく述べ立てた。一座の者も誰一人反対する者はなく我も我もと賛成したのだがしかし法王のお行き通りは上身からたきつけられているだけに根深いものがあり。 誰一人法王の心を和らげることができなかった清盛も何とか法王の気持ちを取りなそうと散大したけれど風気だからと体のいい玄関払いを食らう始末でこの一件だけは鉄刀鉄尾法王の無理が通ってしまったここに前代未聞の座祖の流罪が決まったのである。 明雲大僧正は漱石を取り上げられ俗人の扱いを受け大納言大夫藤原の松枝という俗名をつけられ伊豆の国へ流されることになったこの明雲大僧正は古賀の大納言秋道の子で忍安元年挫巣となり当時天下第一と言われるほどの知識と孝徳を備えた人で上からも下からも尊敬されていた人だったが ある時、御養子の安倍の安近が、これほど知識のある人にしては不思議だが、命運の名は、上に日月、下に雲と、行く末の思いやられるお名前だ。と言ったことがあったが、今になってみると、その言葉もある程度頷けるものがある。二十一日は、 ザスの京都追放の日であった。執行役人に追い立てられながらザスは泣く泣く京を後にしてひとまず一切京谷にある草庵に入った。二十三日がいよいよ東国伊豆に向かって出発する日である。さすがに日頃住み慣れた都を離れおそらくは 二度と帰れぬであろう関東への旅に立つ大僧正の心の内にはさまざまな想年が渦巻いていた一行は夜明け方京都を立ちやがてもう大津の内出の浜にまで来たそこからは比叡の山の青葉若葉の燃え立つような彩りの中に文次郎の軒場が白白と見える 朝夕慣れ親しんできたその姿を見るとザスの目はたちまち涙でかきくもってしまいそれからは二度と顔を上げて振り返ろうとしなかった長剣法院はあまりにも痛わしいザスの嘆きを見かねて会わずまで送ってきたしかしどこまでも送って行くわけにもいかないのでそこで別れを告げることにした 長賢の気持ちに感激したザスは、年来心中にあった一心三眼の教義、これは釈迦送伝の大事なもの、を伝授された。もちろん長賢は、これを大切に心中に収めて帰郷したのである。三門では、この度の沙汰は不満どころか、前山憤慨の極にあった。それも、 最高法師親子の告げ口のせいだとばかり最高法師親子の命を取りたまえと呪い続けていたいよいよザスが伊豆送りにされた23日三門では大会議が開かれていた「初代疑神より今日まで55代ザスが流罪になるなどという訃報は行われなかった。 いかにこのような乱世末世の時代とはいえ、栄えある東山をないがしろにするやり方だ。即刻、雑を奪い返そう。勢いのよいこれらの言葉は、まるで早手のように前山に広がり、我も我もとわめき声を上げて、東坂本に駆け下りてきたのである。ここで再び会議が開かれた。とにかくここにいる誰もが、 会わずに行ってザスを取り戻したいと思っているのは確かだが役人がついている以上果たして無事に取り返せるかどうかが心配だそれにはまず三王権現のお力を借りる以外に手がないもし我々を助けて無事にザスを取り戻せるものならまずここでその印を見せていただこうという提案で老僧たちは 一心不乱に祈り始めたすると三門に使われている鶴丸という少年が急に体中から汗を噴き出して苦しみ始めた私に十全寺権現が乗り移ったのですどんなことがあっても登山の座すを他国へ追いやることは許せませんそんなことになっては私がこの麓に神として祀られていても 何の意味もないことです左右の袖を顔に当てハラハラと涙を流す。この不思議さに、お前が本当に十前自言,言だというのなら、私どもが証拠の品を渡すから、元の持ち主に返してみるがいい。と、老僧四五百人の手にした数図を床の上に投げ上げた。少年は走り回って拾い集めると、 一つの間違いもなく持ち主に返した。ここに前山の宗とは勇気百倍し、ザスを取り戻す決意を新たにしたのである。これほどの神のご加護があるならば恐れることはない。命を懸けてもザスを連れ戻そう。海からも山からもザスのとを追いかけてくる。 運下のごときー都の群れに肝を潰した護送役人は雑草を売っちゃって命からがら逃げ出してしまった驚いたのは命運大僧侶であるもともと道理一点張りの人だからここに及んでも喜ぶより先にこの事件の行く末を気にかけていた私は法王の直感を受けて流される罪人なのですから 少しも早く都のうちを追い出されて先を急がねばならぬ身です。お志はありがたいがあなた方に迷惑はかけたくない。早くお引き取りください。という。しかしこのくらいで引き下がるートではない。何が何でも山に戻ってもらわねば山の名誉にもかかわるとばかり座すの決意を促した。 家を出て山門に入ってからというもの、もっぱら国家の平和を祈り、州都の皆さんをも大切にしてきたつもりですし、我が身に過ちがあろうとは思われず、この度のことでも私は人をも神仏をも誰一人お恨み申してはおりません。それにしても、ここまで追いかけてきてくださった州都の皆さんの志を思うと、 なんとお礼を申し上げてよいものやら。あとは、ただ涙を拭うばかりで、荒くれ男の多い姑とたちも一様に涙を誘われた。とにかく、早くこれにお乗りください。ートの一人がせき立てると、いや、昔は三千のートの上に立つ主でも、今は罪人の私、腰などはもったいない。 たとえ登るにしてもわらじばきであなた方と一緒にと言って腰にも乗ろうとしないすると先ほどからこの様子に見かねたのか斉藤のあじゃりで勇敬という名うての荒うしが白塚の大なぎなたを杖について七尺の長身を波打たせながら人の列をかき分けて前に出てくると座すに向かって そう理屈ばかりおっしゃるから今度のようなことにもお会いになるのですよ。とにかくさっさと乗ってくださいよ。とせかせたのでザスは今はと諦めてみこしに乗った。無事にザスを取り戻したうれしさに周東一同は喜び悼んで険しい山道も難なく越えて永山へ帰ったのである。 叡山に戻った命運全挫をひとまず大坑道の庭に置くと再び会議が開かれた直感を被ってルザイと決まった全挫を取り戻したはいいが果たして再び挫として我らの頭上にいただくべきであろうか一体いかがいたしたものであろうこれを聞いて先の勇敬は再び前に進み出ると と見開いた両岸からハラハラと涙をこぼしながら「皆の方々よく承れ」「この永山はそもそも日本に二つとない霊地であり珍吾国家の道場である」「東山の州都の意見は世間からも尊重され決して侮られたためしはない」「まして後期高徳の人である三千の州都の主が」 無実の罪を受けたことは当山はもちろん世の人々が憤ってやまないことなのじゃ。この罪なき人を何で主とあがめて悪いことがあろうか。もしまたこれがため朝廷よりおとがめある時はこの幽霊喜んで罪に服すつもりでいるのじゃ。前山にとどろくばかりの大恩城は 山々の峰にこだまして並いる大主の心を揺さぶった全座子は東道の南田に妙高坊に入られることになったこれほど有徳の人物でもたまには災難に遭われることもあるのである「最高が斬られ」。 三門のートが全座スの流罪を妨害して山へ連れ戻した知らせは後白河法皇をひどく怒らせた三門の大衆どもは勅命を何と心得てこのように言語道断のことをするのだろうかそばにはべっていた最高法師も全座祖毅さの知らせに何か手を打たなくてはと考えていたやさきだから ここぞとばかりひとひざ進めると「三門のやつらの横暴な振る舞いは今に始まったことではございませぬがこたびはまたもってのほかの狼藉ぶりこれはよほど厳重な処分をいたさねば後々までも禍根はたたれぬものと思います」り顔に申し上げたりにげとにかく斬新は国を乱すということわざがあるが 最高らもその良い例で何かと自分の都合のよいように法王の心を引き回していたとも言える。こんな噂が三文にまで伝わってきて中には新大納言成近に命じてすでに山攻めの支度が始まったなどというものもありそうなってくると勅命には背きたくない,いや勅命よりも座すが大事という二派に意見が分かれて。 三門の中で仲間割れも起こりそうな状態である。妙公房にある命運全座すは気がかりで仕方がない。一度勅命を拒否した以上、今度はどんな目に遭うのかと、夜もおちおち眠れぬ始末なのである。ところで話は変わって、内外多事の情勢で、このところ例の陰謀運動もはかばかしくはかどらない。 とにかく平家は、びくともしないほど不動の位置を保っているし、六原の守りは固い。ちょっとやそっとの謀反では、さゆるぎもしそうにない現状に、いち早く気づいたのは、獅子形にの常連の一人、ただのクランドユキツナである。彼はかつて、新大納言成地下から、あなた一人が頼みです。もしこのことに加担くださるなら、恩賞は思いのまま。 これはまあ、取っておいてくださいよ。と、湯袋の城にと、白布五十胆を送られたことがあった。もらったものは遠慮なく家人に使わせて着服してしまったものの、元来が気の小さい男だから、どうも不安で仕方がないのである。大納言や西郷は、まるで簡単に兵士を滅ぼすことができるようなことを言うけれど、 それもあの人里離れた子ケにでこそ、やすやすと通る陰謀であって、実際これが表に現れたときに、そううまくいくかどうか。何よりも、まず自分の命が危ないのではないか。彼らは他人の命のことなどさして気にも留めていないが、自分にとっては大切な命、そうやすやすと殺されるのはまっぴらだ。 そこまで考えてくるうちに、行綱の胸の中には、どうしても、このことを清盛に話してしまわなくてはという考えが、次第次第に広がってゆくのを抑えることができなくなってきた。帰り中をすれば命は助かる。いや、それだけが自分の命を助ける唯一の道だ。そこまで考えると、もういても立ってもいられない気持ちだ。 今夜中に話してしまわなければ、明日になればまたどんなことになるかもしれない。とにかく早い方がいい。雪綱は馬の支度をさせると、夜更けの今日の町を西八条をめがけて走り続けた。額に汗をみなぎらせ、真っ青な顔に息遣いも悪く、西八条の屋敷に入ってきた雪綱に、家来たちも驚いて、 早速清盛のところに知らせた。何、雪綱だとめったに気もしない奴が、またなんでこんな夜中にやってきたんだ。とにかく遅いから、わしは会わん。森国、お前がことづてを聞いてこい。清盛は、傍らの締めの判官森国に行った。しばらくして、森国が戻ってきて。 何かじきじきお話ししたいとか。じきじきだといったい何だろうさすがに清盛も雪綱のただならぬ様子に何事か起こったのかと不安になってきて自分で綿殿の注文まで出てきた。この夜更けに一体何のようでわしに会いたいのじゃ実は昼のうちは人目につきやすく。 なかなかその折もございませんで、家中お騒がせして、まことに心苦しいのですが、このところ、後白河院の御所で、兵具を整え、軍票を召集しているご様子は、ご存じでございますか。ああ、あれか。清盛は、人騒がせな男だと思いながら、のんびり答えた。あれは何、え山ざ攻めの支度じゃよ。それが。 そうででないいのでございますよ。行綱は短く清盛のそばによると小声でささやいた「実は平家御一門にかかわることでございましてれっきとした謀反の準備なのでえ清盛も一瞬さっと顔色を変えた今の今までのんびりと行綱と話をしていた清盛とは人が違ったようだった。 目がきっと座り眉がピリピリと動いた体が小刻みに震えて今にも雪綱に飛びかかりそうである「院はご存じなのであろうかもちろんでございますとも第一軍票の召集は院前ということでお集めになりましたものでご存じにならぬはずはございません」「いつぞや鹿形にの三荘で院もおいでの席 ここんなこともあったのでございますよ、と陰謀のはじめから終わりまでをあることないことまぜこぜてしゃべりたてた清盛はまなじりをピクピクさせながらそれでも最後まで聞いていたが「うんわかったご苦労だった」というが早いか自ら大声で侍たちを呼び集めに奥に入っていった。 すでに火は放たれた火付け役の行綱は任を果たした安らかさと同時に両親の嘉釈も加わって別に追っ手などいるわけもないのに袴の桃立ちを高く取るとそのまま外へ逃げ出し家に帰るとひっそり小さくなっていった清盛は一族郎党をその夜のうちに 密かに西八条の屋敷に招集した。寝、ね、耳に水の謀反の知らせに、人々はまだ半分耳を疑ってはいたが、とにかく清盛のお召しなので、右大将、宗盛、友盛らの諸将も、甲冑に弓矢という完全武装で集まってきた。その数は、およそ六、七千機であった。明くる六月一日の未明、 清盛は警備医師部の助成を召し院の御所への使いを命じた助成は御所に着くと大膳の大夫信成を呼んで清盛の伝言を法王に伝えてくれるように頼んだ我が君のおっしゃるには法王側近の方々が平家一門を滅ぼして天下を乱そうという計画をお持ちと聞きました こちらとしても捨ててはおかれませんから一人一人飯とらえいいように処分するつもりでいますがその点あらかじめご了承下さって何とぞご妨害などしないでいただきたいのです信成もこの知らせにひどくどぎまぎしながらしばらくお待ちよただいま法王にお取り次ぎいたしますからと言いおいてあたふたと院の前に駆けつけてきたどうやら 獅子形にの一件を清盛が嗅ぎつけたらしく信成の知らせに日頃沈着な委員も返す言葉がないただ唇をわなわな震わせて「一体どうしたものであろうのう信成どうしたらよかろう?」ととっさの分別もつかずにまごまごしておられる信成だってよい思案の浮かぶはずもなくそれでも頭の利く男なら なんとかこの場は取り繕って玄関にまたせっきりのなりに色よい返事を送って一応返してしまえばいいものを普段のんびりと苦行たちとの交渉ばかりでこういう緊急事態に直面したことがないから一緒になって「いかがいたしましょういかが取り計らいましょう」とさっきから同じことばかりを繰り返している佐成は 役目柄どうもはっきりした態度を取れないらしい法王の立場にいち早く気づいたからこれで用事は済んだとばかりさっさと清盛のところに帰ってくると何かひどく慌てふためいている様子でろくすっぽ返事をくれませんと報告したなるほど返事ができないわけだわい行綱が申したことはやはりまことであったか やれやれ、あいつのおかげで、わしも命拾いしたというわけか。様子がわかってみれば、ぐずぐずしている間に知らせが方々へ飛ぶかもしれない。万事早いに限ると、清盛は、ひだの神影家、筑後の神貞吉らに命じて、即座に謀反を企てた者の逮捕を命じることにした。清盛は、まず使いの者を、 新大ん言成ち家庭えはらせご相談があるのでぜひおいでいただきたい」と言わせた。成地家はまさか無本がばれたとは思わないから「どうせ三問ぜめは見合わすように」とかなんとか法に意見しろと言うんだろうがとにかく三問のことは法も点で聞き分けがないから難しいのになとのんきなことを考えながら車を走らせた。 もちろんこれが最後とは思い知るわけもなくいつもよりも一段とびびしく着飾った行列でやってきたのは虫の知らせであったろうか西八条の屋敷近くまで来ると甲冑物の具をつけた兵士たちが道あふれてどことなく緊迫した空気が漂っている成親も思わず胸騒ぎがするのを感じたがまさかと打ち消して 急いでっから降り立った途端に成親の周りをパラパラッとアラムシャどもが取り巻いた「縛るのでございますか?」と言うと「まあ,あいいだろう」と答えたのは誰あろう清盛入道である「かしこまりました」と答えると侍どもは成親がひと言も言う隙も与えず縁の上に引きずり上げてとある人間に押し込めてしまった。 そうまでされても成親は事の意外さに日頃の判断力も失ってただ呆然とするばかりである。間もなく陰謀の一味の面々、近江の中将入道連城、星将寺修行瞬間創図、山城神元金、式部の大夫正綱、平反眼安より、総判眼信房、 新兵半岸助行きらが続々と捕らえられて西八条に連行されてきた一味たるの法に最高法師はもちろん陰謀のばれたことを悟ると馬に鞭を当て柳輪に院の御所へ急いだしかしそれも道を固める平家の侍たちにたちまち捕まってしまった 西八条のお召しじゃ。早く参れ。と、西高の周りを取り囲むと、この時に及んでも大胆な西高は、どうしても申し上げねばならぬことがあって、院の御所に行くところだ。帰りに西八条に寄るから、そのように申せ。と、人を食ったことを言う。なんと不敵な男だ。何を院に申し上げるか分かったもんじゃない。そうはさせないぞ。 多勢に独り身の悲しさ、左高は馬から引きずり下ろされ縛り上げられて清盛の面前に連れてこられたとにかく陰謀の司会と目されている男だから清盛の憎しみもまた人一,一倍で中庭に引き据えられた西高を見ると「よくも己この清盛に無本の心を起こしたなそれにしても」 今のその縛られたざまは何じゃ何も言えまい、言えるものか。それ、こっちへ引きずれと、縁近く最高を引きずり出すと、履物を履いた足を上げて、最高の顔を右左にゴリゴリと踏みにじった。元はといえば、たかが北面の侍の文在でうまく院に取り入って、親子もろとも身分不相応の感触を騙し取り、 目に余る行いは前々から腹に据えかねていたが、この度は罪もない天台座すに無実の罪をなすりつけ、それでもこと足りず、この平家滅亡の陰謀をめぐらした張本人、今はもう全てを諦めて素直に白状しろ、と怒鳴りつけた。最高は名だたる豪の者のであったから、先ほどから顔の色一つ変えず。 呉然と清盛の言葉を聞いていたが「全く余計なことまでおっしゃるお人だ。そういうことはこの西郷の前では口を慎んだ方が安全ですよ。とにかく私は院に仕えるものだから院の執事である成近卿教が院のご命令と言って催されたことにはもちろん参加するのは当然のことでそれを加担しないなどと申してはおりませんがね。 ただ一つ、さっきから黙って承っていると、耳障りなことをおっしゃる。私が身分不相応で下老の分際だというのなら、一体あなたは何ですか苦行から軽蔑されていた行武教忠盛のこと言うだけで、十四五の頃までは無意無観、京わらべからさえ高平だと言われて散々からかわれていたくせに。 それが海賊を追い払ったのがきっかけでトントン拍子に出世したまででしょう。そのあなたと、北面の武士の子で頭領になった私とじゃ、あまり違わないどころか、あまり大きな口を聞くとボロが出ますぜ。と言い返した。清盛は真っ赤になって怒り出した。唇ばかりブルブル震えて、とっさに言葉も出ないほどである。 とにかくしゃべらせておくとまた何を言い出すかわからないし言葉の上では分が悪い清盛は松浦の太郎重利を帰り見ると「すぐにもう首を打ちたいやつだが陰謀の全部を白状するまではせめてせめてせめぬいてやれ」と言いつけると奥へ入ってしまった重利は 主人の言葉通りあらゆる拷問を加えた最高はここまで来ては別に隠し立てすることもなかったからありのままを白状した白状の長所は45枚に記され用がなくなると「あいつの口を裂いて切ってしまえ」という清盛の命令通り五条西須作で首を打たれた続いて 先に流罪中の最高の着手加賀の森諸高、諸常、その弟の諸平もそれぞれの場所で首をはねられた小松行君清盛邸の一間に押し込められたままの新大納言成親は次第に冷静になるにつれて陰謀露見の理由をあれこれと考えていた。 それにしても用意周到にとは思い続けておったがどこかに粗うな点があったのであろう。北面の武士のうちの誰かなども今にして思えば少し迂闊であったが。いろいろに思い巡らしている時後ろの方から荒々しい足音がして障子を手荒く引き上げたのは満身怒りにおののいている 清盛その人であるそもそもそこもとは平治の乱で殺されるばかりのところを重盛が命乞いして助かったお人それをどんな恨みがあってのことか当家滅亡の陰謀に加担せられそれでも人間か人間は恩を知ればこそ人間受けた恩を仇で返すわ。 さてもさても畜生同然さあありのまま畜生隠さずこの清盛に聞かせられたい言葉は丁寧だが土器は厳外にあふれ成親は恐ろしさに身も縮むばかりであったまったくもってさような恐ろしいことにくみした覚えはございません誰か私に恨みを持つ者のざんではおだまりなさい この後におんでもまだしらばっくれるとおっしゃるならこれ誰か最高の自白調書をこれ持ってこられた最高の白杖書を声高らかに読み上げた清盛は「これでもまだ知らぬと言われるかこれでもまだ弁解の余地があるというのだな」と肉肉しげに成親をにらみつけ書類を顔にたたきつけると 障子をガタッと閉めて出て行ってしまった。しかしそれでも清盛はまだ腹の虫がおさまらなかったらしい。難波の常とう、の能の兼康をめしよせると、キャツを庭へ引きずり下ろせと言いつけた。二人は一瞬顔を見合わせて、たがいの腹のうちを確かめあった。何をぐずぐずいたしおるのじゃ。 清盛はイライララしている。さようにございますが成親卿は小松殿のご親族小松殿の思惑もいかがかと恐る恐る切り出すと案の定清盛はカンカンになったこのバカ者お前らは重盛が大事でこの清盛の命令は二の次だというのだなそれならそれで 清盛にもにがえあるぞ。大きな目をギロリと動かした2人はこの上の犯行はかえってよくないと思い直してしかたなく成地下を庭へ引きずり出したその様子を見て清盛はようやく少しゆかいそうな顔つきになったそれ声を出すまでねじ伏せろ2二人は 左右から清盛に気づかれぬように成親の腕を取ると「何でもいいから声をお出しなさいませ」とささやいた成親はいかにも苦しそうにうめき声を出したその様子を見ていると本当に切なそうでまったく地獄でシャバの罪人を業のはかりにかけ上張りの鏡に引き向けて 閻魔大王の家来たちが折感しているようにしか見えなかった成親は庭先に頭をすりつけられながらも息子丹波の少々成ねをはじめ幼い子供たちがこの後どんな苦しみに遭うのかとそればかりが心配であったちょうど6月のさなかで気候も暑い上に今炎天下に引き出され 汗と涙にまみれながら成親は「小松殿だけはなんとかよいように取り計らってくださるであろう」とそればかりにはかない望みをかけているのであったその小松内大臣重盛は事件がひとまず落ち着いた頃になって着しこれ森と同等でわずか七八人の友を連れたまま何事もなかったように ゆうゆうとやってきた清盛をはじめ一同が意外な面持ちで見守っている中をゆっくりと重盛は車から降り立った定義がつと走り出て「お家の御大事というのにまた一人の軍兵もお連れにならぬとは何としたことで」と問いかけると重盛は静かな口調で「大事とは」 天下の大事を申す者じゃ。かよの私事と大事とは言わぬものなのじゃ。と言い捨てて奥へ入っていった。今の今まで物々しく武装して緊張していた者たちは何となく決まりの悪い思いがしたのである。屋敷内に入ると重盛は早速成親を探して歩いた。 あちらこちら障子を引き明け引き明けしているうちにとあるひと間に厳重に木材を打ちつけたところがあった押し入ってみると成親がうつ伏せになったまま泣いていたらしいとたんにぱっと表を輝かして重盛にすがりついた地獄で仏とはまさにこのことであろうどうしたわけか かように情けない目にあっております。あなたのおいでを今か今かとお待ちしていたのです。かつて平時の乱にはあわやというところをお助けいただき、その上こんにちは小二大納言にしていただきました。年すでに四十を超え、生きている間に五合をお返しできるかどうかさえ分かりませんが、 何とぞいま一度この命をお助けくだされませぬか。命さえ助かれば、出家頓生の上、一生菩提を伴って暮らします。どうぞお願いいたします。もちろんですとも、まさかお命を取り上げるようなことはないでしょう。万一そのようなことがあったとしたら、この重盛が。 我が身に変えても除名を嘆願するつもりでいますし、何とぞそんなにお嘆きにならないで、気を強くお持ちください。優しく慰めて、早速清盛のところに行った。父上、お息通りは最ものことと存じますが、成地家卿の首をはねられることは、お取りやめになった方がよろしゅうございます。とにかく、白河院の御時からの名家で、 小二位大納言というゴ身分、加えて院の御長愛並々ならぬ人を殺すことはどんなものかと思います。都の外へ追放すればそれでよいではございませんか。昔から菅原道真公、あるいは源隆明公といった人々が残言のために無実の罪を着せられた例もあり、往々にして誤りはあるものでございます。 K の疑わしきおばかるんぜよ、孔の疑わしきおばおもんぜよという言葉もあるほどでございます。ましてお手元に現在飯捕らえられている以上、逃げも隠れもできません。急ぎ処刑の必要はちっともないはずです。いつもながらの重盛の能弁には、清盛も言葉を差し挟む余地もなく、にがむしをかみつぶしたような顔をしていた。 私が火曜に成親教をかばうのは、私が成親教の妹を妻とし、また、これ森が京の婿だからといった縁席関係があるから言うわけではないのです。その点、よくよくお間違いくださらぬよう、私は一重に、世のため、君のため、そして我が一門のためを思って申し上げているのです。かつて小納言入道新勢が、 二十五代耐えていた死刑を復活し、藤原中成を殺したり、また、左大臣頼長の死骸を掘り起こしたりなどして、評判を落としたことを覚えておいででしょうが、昔からよく死罪を行えば、海大に無本の友柄耐えずと申します。平治の乱に、神勢の死骸をわざわざ掘り起こし、首をはねて晒したこともありました。あれなどは。 神勢が自ら行った行為が我が身に返ってきたと申しましょうか。とにかく恐ろしいことです。成地家兄らは気も弱い男ですし、それほど大胆な人でもなく、まして朝敵というわけではなし。いずれにしても成地家一人を死罪にしてもしなくても大したことではありますまい。父上には一代の栄華を極められて、 これ以上のお望みはないでしょうけどこの上は子孫代々いつまでも一門が繁盛してほしいと思います。とかく先祖の悪事が子孫に及ぶことがあります。禅事を行えばまた必ず報われることもございます。何とぞもう一度お考えになって今宵の死刑は思いとどまってください。理路は整然と情には溺れず。 あくまで大義名分の立場から解き起こしてくる重森の成功法にはいつでも清盛も兜を脱がずにはいられないとうとう成親の死罪だけは思いとどまった重森は父を諌めて注文から出てきたが清盛の承諾を得たもののまだ何かと不安であったから侍たちを集めると たとえ清盛公のご命令だからと言って、大納言を殺すようなことはするな。清盛公は気の短いお人だから、腹立ち紛れにカッとなっては、後でいつも後悔なさる。お前たちも間違った真似をして、後でこの私にどのような目に合わされても恨むでないぞ。と、じろりと侍たちを見回したので、一度恐ろしさに震え上がった。 も森はその中に南ばのねとう瀬能の兼安の,の二人を見つけるとずかずかとそばに寄り「さてもねとう兼安なり方成きょ卿に対する振る舞いはあまりにも礼儀知らずであったぞも森の耳に入ることを考えてはいなかったのかひむら侍は致し方ないものだのう」と言ったので二人とも恐れいったまま返事もできずうなだれていた。 成とらわるの知らせは、成親についてきた侍たちの足で、いち早く北の方に住む中御門烏丸の屋敷に知らされた。北の方をはじめ、おきの者たちも、人目もはばからず泣き叫んだ。すでに西八条から追っ手が出たと申します。少々どのはじめ、若君たちも、すべてとらわれるという話でございますから。 とにかく急いでお姿をお隠しになった方が身のためでございます。侍の言葉にも北の方はただよよと身を震わせて泣き崩れるばかりである。こんな悲しい身の上になっていつまで安穏に生き延びるより大納言様と同じく殺されてしまった方がいい。それにしても今朝が今生最後のお別れだったとは。 何としても悲しいものよそのまま泣き伏してしまうのであるそのうちに追っ手の武士たちが迫っているという情報がもたらされてやはり捕まって恥知らずな悲しい目に遭うよりもとしかたなく当の長女と八つの男のことを連れどこというあてもなく車に乗ったといっても どこかに落ち着かないわけにもいかず北山の雲林院近くの草庵の一つにようやく身をかくまった送ってきた侍たちも我が身の愛しさにいとまを告げて帰ってしまうと残っているのはがんぜない子供ばかりである話し相手もないまま自然思いは夫大納言の身の上に飛んでゆく くもようやく迫ってきた。庭の辺りを見ながら大納言のお命は今夜限りかと思えばまた新しい涙が尽きるところを知らない。いつもは次女侍たちがせわしく働いている屋敷のうちも今はただひっそりとして物は取り散らかされ門を閉める者も,もいず馬に草をやろうともしない。 わずかばかり北の方についていた留水の者たちも今は何をする気力もなくただこれからの不安に呆然とするばかりである。昨日までは世もまだ空きやらぬうちからシャバが立ち並び屋敷の中は客人でにぎわって毎日を遊び暮らしようよとも思わぬ豪勢な暮らしっぷりで。 近所の人も声を忍んで遠慮するほどの家だった大納言家もたった一夜のうちにあまりといえばあまりの変わり方である「栄える者は必ず滅びる」「楽しみ尽きて悲しみ来る」この言葉をまざまざと見せつけられた大納言家の変わりようであった。 少々恋受け丹波の少々成常はその夜院の御所の殿いでまだ家には帰っていなかったそこへ大納言の家来が急を知らせに駆けつけてきた初めて事の司祭を知った少々の驚きも深かったそれにしても宰相殿から何とも言ってこないのは変だ と思っていた矢先き、西からも使いの者が飛んできた。西昌とは、清盛の弟、範盛のことであるが、範盛の娘が成常の妻になっていたから、成常には仕事であった。何事か存じませぬが、清盛公から西八条へ出頭するようにというお達しが参っておりますが。 宰将の使いの言葉を聞くより早く少々はその意味を察して王王のそば遣いの女房を呼び出すと事の次第を物語った昨晩はなんとなく往来のあたりが騒然としておりまして私などもまた山法師が陳情にでも参ったものかとばかりうかつに考えておりましたがなんとこの成常の身に関わりのあることだったのでございます。 聞けば父大納言は今夜切られるとかのこと私とても同じことであろうと思います。もう一度院の御前に志考しお別れをしたいと思いますがお咎めを受けた身となってはかえってご迷惑がかかってはと思うのでございますが年にも似ず落ち着いた態度であったが女房はびっくりして 法王,王,ここ王,王も今朝の清盛の使いで事件の起きたことは知っていたがさすがにそば近く使える者の,の身にも及んだのかと改めて驚かれた様子だった「やっぱりそうだったのかとうとう漏れてしまったのだなそれはそれとして少々に遠慮せず参れと伝えよ」 陰のお言葉に従って少々が御前に進み出たが涙が先に立って言葉も出ない。法王とて思いは同じである。顔を見交わしては袖を顔に当て泣くばかりである。しかしそうそう長居もできないから少々は法王の前を引き下がってきた。法王は少々の去りゆく姿を見ながら、 世も末というがまことにそうじゃのう。これ限りで再び少々にも会えないのであろうな。とまた涙をお流しになった。院中の人々も少々の袖を捉えて話さずたもとにすがっていつまでもいつまでも別れを惜しんではまたひとしきり涙を流すのであった。 中途ののりもりのもとには、北の方がお産のため実家に帰っていたが、この知らせを聞いてから、ただならぬ体が一層衰弱して、床についていた。少々は、御所を出てからずっと涙を流しっぱなしであったが、この北の方の哀れな様子を見ては、いよいよ嘆きは募る一方である。少々の乳母で、六条という女が、 あなた様がお生まれなされた時からお乳をあげ申して以来我が年の追いゆくことよりもご成人がうれしくそればかりが楽しみにいつか21年にもなってしまいました。院へお勤めになるようになってもお帰りが遅いのさえ心配でお顔を見るまでは安心もできませんでしたのに今はまたどんな目にお会いになるのでしょうか。 よよとばかりに泣き崩れる少々も今更に事の恐ろしさが身にしみるけれどそんなに泣くでない最少がおいでになるからには命だけは何とか恋い受けてくださると思うよ」と慰め顔に言ったが六条は耳も貸さないで泣き崩れるばかりなのだったそうこうするうち 清盛からはしきりに「少々を堂々せよ」という催促が来る。西将も今は仕方なく「ともかく行くだけ行ってみよう。その上でまたどうにかなるであろう」と少々と相乗りで西八条にやって来た。屋敷近くで車を止め取り次ぎを頼むと「丹波の少々はこの邸内には入れてはいかん。 という清盛の言いつけであった仕方なく少将は近くの侍の家にひとまず置いて最昌が一人門の内に入った最昌の姿が見えなくなるとすぐ少将の周りを軍票が取り囲んだ最昌とも別れ全く一りぼっちになった少将の心細さは何とも言えないものだった 注文に入った最小に清盛は目通りを許さなかった仕方なく最小は現台風判官末貞を通じて言葉を伝えてもらうことにしたつまらない人間と関わり合いになったことは返す返すも残念ですがこれも致し方ありません成り常に縁づいた娘が身代物体で実は今朝からこの嘆きのため 息も絶え絶えなのです。いかがでございましょうか少々一人生きていてもどうなるものでもありませんしばらくこの,のりもりにお預けくださらぬか決して間違いなどは起こさぬように厳重に監視いたしますこれを聞いて清盛はまたのりもりのあれが始まったなまったくわけのわからんことばかり申してと ろくすっぽ返事もしなかったがしばらくして「身大納言成親は平家一門を滅ぼして天下を乱そうとしたのじゃ。少々はこの成親の正真正銘の着手じゃ。最将が彼と親しかろうが親しくなかろうがそんなことは知ったことではないがそれほどの重罪人をかばおうと思っても無駄じゃ。 第一この反乱がもし成功していたら今頃最小だってそうやってのこのこと歩き回ってなどおられなかったはずじゃからな清盛の言葉を最小に伝えるとひどく失望した様子でもう一度伝言を頼んだ「保元平治の合戦以来いつも殿のお命に代わる覚悟で働いてきました私この後も ひとたびことが起これば、必ず御馬前にはせさんずる覚悟で、また、私が年老いて役に立たなくなっても、子どもたちが何人かおりますから、必ずや一方の見立てとなって、手となり足となるつもりでいますのに、なりつねを一時お預けくださることさえお聞き入れないとは、どうやらこの,のりもりに双心あるとでも、お思いとしか受け取れません。 それほどご信用がないのでしたら、この世にあって何の生きがいがございますことやら。それならば出家入道し、どこかの山里にいおりを結んで、静かに菩提を弔います。世にあれば望みもでき、望みもかなわなければ、恨みも起こるものですから、仏の道に入ってしまえば、そんな気持ちも起こらないでしょうから。 末は清盛に宰相の言葉を伝え「どうやら宰相は本当に諦めてしまったらしいようでどうにでもお気の済むようにと言っていられます」と言い添えた清盛もさすがに驚いて「いくらなんでも出家までせずともよいわ」「仕方がない少々をしばらくの間のりもりに預けると申しておけ」とようやくに折れた 清盛の許しを聞いて肩の重荷を下ろしたのりもりはしみじみと「まったく子供など持つものではござらぬのう娘婿だからこそこれほどまで心を砕くのでまったく赤の他人にはできぬことじゃのう」と述解したのりもりの姿を見た少々は走り寄って尋ねたご守備は 清公かつてないお腹立ちでお目通りも許されず除名嘆願も受け付けてはくださらなかったのをわしが出家入道するとまで申したもので仕方なく一時私の家にいることは許してくださったしかしこれも長続きするかどうかはわからぬのうと安全たる面持ちであったいやそれはそれで 一時にせよおかげをもちまして命は延びたのでございますが父の方のことはどうなったかお聞きにはなりませんでしたかそこまではとても手が回らなかったのじゃよ少々はさめざめと涙を流し命をながらえさせていただいたご恩は何ともありがたいのですけれど命の惜しいのももう一度生きて父に会いたかったからのことで 父が切られては私一人生きて何になりましょうそれよりも生きるも死ぬも一緒にお考えくださるように申し上げてくださいませぬかさようのそなたのことばかり考えていたからつい父上のことにまで思い至らなかったが聞くところによれば小松殿が今朝いろいろ手を尽くして除名をお願いしていたらしいからここしばらくは。 おいに別状ありますますそれはまたなんとありがたいことで」。少々は今度はうれしさになくなく手を合わせた。この休憩に陥ってもなお親の身の上に思いをはせる心はやはり真の親子なれでのりもりも,ももらい泣きしながらやはり持つべきものは我が子だとつくづく思ったのである。 ノリリと打ち連れて帰ってきた少々を見ると女たちは生き返った人を迎えるほどの喜び方でまたまた話を聞いては嬉し泣きを続けた教訓陰謀加担者のほとんどすべてを捉えこれを幽閉した清盛はまだそれでも気の済まないことが一つあった。 言うまでもない陰謀の本当の元凶と言うべき法王を目と鼻の先に野放しにしていることだったとにかく相手は法王であって最高や成親とは訳が違ううかつに手の出せないことが余計彼をイライラさせていたのであるやがて清盛は赤字錦の滴たたれに黒糸おどしの腹巻き 白金物を打った胸板をつけ、愛用の粉木型を買い挟んだ物々しいいでたちで、側近の定義を呼びつけた。清盛の前に志向した定義も、木乱寺の浸され、火落としの鎧を着用している。今にも戦の始まりそうな、そんな二人のいでたちである。のう、定義、つくづく思うに、 すぐる保元平治の乱には、この清盛が一命を投げ打って朝廷のお味方をいたし、逆途を平らげて参ったことは、そちもよく存じておろう。そのために何度か命を失わんとしたこともあった。たとえ誰が何と言おうと、この中心一門を七代まではお見捨てなさるまいと思っていたわしが、うかつであったろうか。それも、 なりちか最高のごとき卑しいやつらの言うなりになって我が一門を滅ぼそうとなされる法王のお気持ちは何としても心外じゃこの後にもいつ何時そういったふらちなやつらの言葉に耳をお傾けになって院前をお下しになるか分かったものではないもしそうなって同方が朝敵と呼ばれたあとではいかに悔やんでもこっちの負けだ 今しばらく夜が静まり、不穏の気配のなくなるまで、法皇に鳥羽殿に移っていただくか、またはこの六原へお移り願うのがよいと思うのじゃよ。それについては、おそらく北面の武士の間に異議も起こり、矢も放つ者も出てこようと思う。侍どもにも一応戦の用意をさせておけ。とにかくわしは、 あの気の変わりやすい法王,王様へのご奉公だけはこりごりいたしたさあ馬に蔵をけ鎧を出せいつに変わらぬ気の短い清盛の命令で邸内は天夜ワン夜の大騒ぎであるこの混乱の真っ最中を締めの判官森国はいち早く重盛の屋敷へ報告に駆けつけた一大事でございます 清盛様のお気が変わり大変なことになりました。重盛はとっさに成親のことと思い違えて。では、とうとう成親卿は首をはねられたのか。いえいえ、そのことではございません。清盛公は鎧を召され、侍どももすべて物の具の用意をいたし、ただいまより法十字殿へ押しかけるご決意のようでございます。何でも、 王,王様をしばらく鳥羽北殿へお移し申すかそれとも六原へ来ていただこうというおつもりのことでしたが内心は九州の方へでもお流し申そうというご計画に思われますそんな恐ろしいことをいかに父上でもと一旦否定した重盛も今朝方の清盛の興奮の様子ではそういうこともあるのかもしれないと思って車を飛ばして 西八条けけの邸内にはすでに一門の重だった者たち数十人が思い思いの鎧をつけてずらりと立ち並び諸国の頭領 F などは縁先からあふれて庭を埋めているそれぞれ旗差し物をそば近く引き寄せ兜の尾を締めて馬の腹帯を固くして出陣の命令を 今か今かと待ちわびているのであった重森は烏子に直しという平服姿でさらさらと絹ずれの音をさせながら終始落ち着き払って清盛の座署にやってきた重森の到着を聞いた時からあいつのことだからまたじゃらじゃらした平服姿でわざとやってくるぞ少しは意見してやらねば と思っていた清盛だったが、我が子とはいえ一目置いている上に、その礼儀正しさと慈悲深さは定評のある男であり、会った途端に清盛は自分の格好が恥ずかしくなってきた。急いで障子を立てると、彼は慌てて腹巻きの上から包囲を引っ掛けたが、胸板の金物が、ともすると着物の合わせ目から見えるのを無理に引っ張って、 しきりに襟をかき合わせていた重森は弟宗盛の上座に着くと黙って父の顔を見たしばらく沈黙が続いていたが清盛の方から先に口を切ったいろいろ調べてみると成親の謀反はほんの出来心で実は全てを計画し裁量したのは鳳凰らしい。 そこで、とにかく世の中が一応収まるまで、鳥羽の北殿か、またはこの六原に移っていただいた方がよかろうと思うのじゃが、どうであろうかな。清盛は、重盛の顔色を伺い伺い、それだけ言った。すると、重盛の顔から血の気が引いたと思うと、彼はハラハラと涙をこぼした。どういたしたのじゃ。 何か気にでも触ったのか父上、ただいまのお言葉を受けたまわっておりますと、平家一門の運命もここに極まれりという感じです。とかく人間は運のつかない時に悪いことを思い立つものです。それに、父上のそのご様子は、どう見ても正気の沙汰とは思えないのです。天孫降臨以来この方、 打上大臣ともあろう人が甲冑をつけたということは今まで聞いたことがありませんしどう考えても礼儀に背くことと思われますさらに父上父上は出家の身ではなかったのですが出家の身で甲冑をまとうのはこれまた破壊無残の罪その上に仁義礼知神の法にも背くことになりましょう 今年で父上に意見するのはおこがましいことですが、心に残したことは、後々までしこりになって残ると申します。思い切って申し上げましょう。世に死恩ありと申します。天地の恩、国王の恩、父母の恩、主情の恩。そのうちで最も重いのが国王の恩だと言われます。まして我が一門は、 先祖にも例のない打上大臣の行為に上り、無能無才の私でさえ内大臣の位をいただいております。それだけではございません。国土の半分は一門の所領となり、荘園の権利はすべて一門の手中にあります。これが朝廷のおかげでなくて何でしょうか。この莫大な恩義を忘れて、法王に礼を失することは。 伝承大臣、小八幡宮の信仰にも背くことです。それに大体、法王のお考えになりましたことも、一理ないことではございません。とかくこの一門は、その武功に目がくらんで、傍若無人の振る舞いをすることも何度かありました。とにかくこの度は、ご運に恵まれて、陰謀、露見、その上、成近教をはじめ、一味の面々も捉えられた上は、 法王がどのようなご計画をお持ちであろうと恐れることはございません。適当の処分を行った上は、ますますご忠勤を励まれるがよろしゅうございます。そのうちには法王も当法の精神にお気づきになるに決まっております。君主である法王と臣下である父上とを並べて考えれば、当然法王にお味方せねばならぬのが私の立場。法十字殿を守護し、 法皇をお守りするのが並々ならぬ訓恩へのせめてものご奉公と思います。幸い常日頃、私のために一心を捨てようという部下もあり、彼らを率いて法十字殿に馳せさんずることになりますれば、何と言っても容易ならざる大事になりましょう。君に忠を捧げんと思えば、山よりも高き父の恩を裏切ることになり、不幸の罪を逃れんと思えば、 不中の罪を犯すことになり、私の身体もここに極まった感があります。ただこうなった上は、むしろ潔く重森の首をおはねください。法王の恩義を守ることも許されず、まして責めるなどとは思いもよらないこの私です。生きていてはただ板挟みの責め句に合うばかりです。それにしても我が一門は、 あまりに短事実のうちに、この世の栄が不きを極めすぎたようです。この家には、降録行為が重なり合っております。一年に二度見のなる木は、その根が必ず痛むという言い伝えがあります。平家のご運も、そろそろ末になったのではないかと、案じている次第でございます。かような末世に生まれ合わせた私の運命を、 悲しく思います浄利を尽くし誠心誠意書きくどく重盛の心の内を推し量って座にある全ての人々はみんな涙に暮れてしまったこうなってはいつもの通りの横車も押すことのできない清盛である諸将の手前もあるし一門の人望の中心である重盛を相手ではどうにもできない。 この機会こそ陰性打破の絶好の時と思っていただけに清盛は内心がっかりしてしまった。まあまあ重盛落ち着きなさい俺だって訓音の並々ならぬことぐらいは知っているしかし後白河法皇はこれまでにも何度かそういう噂の渦中に立った方でもありまたいつどこかの悪党どもにそそのかされて つばらぬことでもお考えなされぬでもないと思ったまでのことじゃよ。これはほんの例えでございます。いかなる事態が出たいたしましても、法王をなんとかなされるなどとは、もってのほかのお考えと思います。それは父上、あまりに思い上がったご思案としか思えませぬ。重盛はそれだけはっきり清盛に言うと、ついとたって、 門のあたりにたたた。している侍たちを呼び寄せたただいま重盛が入道殿にご意見申し上げたことをお前たちも聞いたであろうか今朝も実はこういう事態が起ころうかとない心配いたしずっととどまっていようかとも思ったがあまり騒がしいのでひとまず帰ったのじゃさて皆の者清盛公について御所攻めのお供に加わるのはお前らの勝手じゃが この重森の首がはねられたのをしかと見届けた上で出陣いたせ。分かったな。では帰るといたそう。来るときと同じ静かな行列は西八条の屋敷を出て行った。ほうか宿所に帰った重森は。 締の森国を呼び出すとただいま重盛が天下の大事を聞き出してまいった。常日頃重盛のために命を惜しまぬ者があれば急ぎ集めるようにと言った。この知らせがたちまち広がったから日頃物事に同じぬ人のお召しというのでまさに天下の一大事とばかりに誰もかもおっとり刀で小松殿へ集まってきた。 小松殿で何事かが起こるという知らせは西八条にも届いていた西八条に詰めていた数千機は誰言うとなく一人残らず小松殿に飛んでいってしまい清盛邸はひっそり感としてしまった驚いたのは清盛である定義を呼ぶと「一体重盛は何のつもりでこれらの兵を借り集めたのだろう」 まさか、さっきわしに申したことを実行して、このわしに弓矢を引こうというつもりではないだろうな。といささか心細げに言った。とんでもございません。あの方に限ってそんなバカな真似をなさるはずはございません。むしろあまり言いすぎたぐらいに思っていらっしゃるくらいです。しかし清盛は、先ほどの闘争心を失って、今はもうすっかり気が滅入っていたし。 まして重盛と仲違いすることの不利なことは分かりきっているのだから法王を六原へ移すことも今はすっかり思いとどまっていた彼は着ていた腹巻を脱ぎいつもの包囲を身にまとうと気のない念仏を繰り返していた一方重盛邸に集まった兵はおよそ一万機という多勢であった。 重森は注文に出て一同に向かい、いつに変わらぬ穏やかな口調で。日頃の約束通り、はせ集まってくれて誠にありがたい。ところで、中国にこんな話がある。衆の竜王に一人の長期があった。ところが、彼女は笑った試しがない。たまたま天下に乱が起き、兵を集める目的で砲火を挙げた。 この国では、乱が起き、兵を集める際、太鼓を叩き、ところどころに火を上げさせる習いなのじゃ。ところで、妃は、放火を見て、初めて笑った。それ以来、妃の笑顔が見たくなると、竜王は放火を上げさせた。そのうち、あまりにそれが重なるので、いつか兵も集まらなくなった。そこへ実際に乱が起き、 雄王の身辺が危うくなったすると竜王は早速放火をあげた誰一人それを真実の放火と思うものはなく軍票はほとんど集まらなかったそれで竜王は滅びたのじゃこれは中国の孤児じゃが今後再び重盛の命があったならこのようにして駆け集まってまいれ実は今日は 特に天下の大事を聞き出したので、早速皆のものを招集したのじゃが、よくよく調べてみると、巨峰であった。ご苦労であったが、おのおの型引き取られい。これは重盛の案じた一計だったのだ。万一の時、我が身にどれほどの味方がつくのかを知り、合わせて父清盛にはこの様子を見せて。 法王に対する無本心をやめさせようと思ったのであった。法王は後からこのことを聞きひどく感動された。今に始まったことでないにしても当代まれなる人格者だ。縁を恩で返された心の高妙さには頭が下がるのう。とにかく器量といい才覚といい。 これほどの人物は稀と言えるであろう。新大納言流罪。六月二日、その日は新大納言成地下流罪の日である。都を追われる日なので、特に許されて客まで食事を供せられた。さすがに万感胸に迫ってか、 なりちかは、ろくろくはしもとらなかった。するうちに、早くもむかえのくるまがやってきて、早く早くとせきたてる。なりちかは、うしろがみをひかれる思いでくるまに乗った。もう一度だけ、小松のにお会いしたいのだが。と言ってみたが、許されるわけはなく、周りはものものしいぶそへばかりがびっしりと取り囲み、ひとりの縁じ 家来の姿もないたとえ重罪で御国に流されるにしても一人の家来もないとはなんと心細いことか成近が車の中でそっとつぶやくのを耳にして守護の家来も今さら気の毒に思うのであった朱雀王子を南に下るとやがて代理が見えてきた。 成親は車の中からよそながら別れを告げていたが、大納言流罪の知らせに集まっていた増式牛飼いたちは、かつてはあれほどの牽制を誇った大納言が、今は一人寂しく都を去っていく様子に涙を流さぬ者はいなかった。まして、都に残る北の方、幼い子供たちの行く末を考えると、あまりのいたわしたに、 顔を背けてしまうものものあったやがて車は鳥羽殿を過ぎた法皇が鳥羽殿に行幸の際は必ず愚部のうちに入っていた成親であったそれがあまりにも激しい身の上の変化である華やかなりし時代成親の別荘であった須浜殿もよそ目に見て通った 過ぎ去った日の一コマ一コマが彼の目の前を慌ただしく通り過ぎるうちに、いつか車は難問を出た。ここからは船旅である。これからどこへ行くのじゃ。どうせ殺されるものならば、都にはあまり遠くないこの辺りで殺してほしいものを。大納言の気持ちもさこそとうなずかれても。 命令のない者を勝手に殺すわけにはいかない。やがて成近は警護の一人、難波の次郎常とを呼び寄せ、もしこの辺りに私の身内の者か大納言家に関わりのある者がおりましたら探して来てもらいたいのです。船に乗る前に言っておきたいこともあるので、と言って頼んだ。 常頭が辺りを走り回って聞き歩いたが、名乗り出る者は一人もいない。皆は、後のたたりを恐れて近寄らないのである。これを聞いて成地下は、ひどくがっかりしたらしい。あの当時は、私についていたものは一、一二千人もあったろうか。いや、それでは聞かなかったかもしれない。だのに今となっては、よそながらでも、 私の姿を見送ってくれる者もいないのだ」と泣く姿には常とをはじめ物に同然の荒武者までがついもらい泣きをしてしまうほどであった成親の乗った船は普通の屋形船だったが身に沿うものはただ涙ばかり荒々しい兵士たちに囲まれて海上を渡る成親の目には熊野詣での華やかなりし航海の思い出が あありありと見えてくるのである。大物の裏についた成親一行に、京都からの使いが来たのが、6月3日である。死罪を一等免ぜられて、備前の小島へ流罪という知らせであった。同時に、重盛から成親宛の信書があって、なんとかもう少し都に近い山里にもと奔走したのですが。 どうも残念な結果になってしまい、申し訳ない次第です。しかし、お命だけは確かにお預かりしましたから、それだけを心頼みでいてください。という頼りで、同じく南波の常等にも、くれぐれも待遇に注意するようにという伝言があった。さらに、身の回りのこまごました支度までも、何くれとなく気を配ってくれたのであった。 いよいよ廃所が決まってみると、さすがに一縷の望みも立たれたという感じで、成親は、今更に法王をはじめ、都に残してきた妻子のことが懐かしく、二度と再び生きて会うこともできまいと思うだけに、その思いは切々と心に染み通るのであった。と言って、いくら泣いてもわめいても、優秀の身はいかんともしがたく、やがて、 大物の裏から何日か船旅を続けて備前の小島に着いたのである小さい島はどこでも同じようであるが後ろは山前は海磯の待つ風波の音とらわれ人の心を慰めるにはあまりにもわびしい寒々とした景色であった「あこやの松」 大納言以外に陰謀に加担した者は、それぞれ温国流罪を言い渡された。すなわち、大海の中将入道連城が佐渡の国、山城神元金は宝棄式部の大夫正綱は針馬、総判岸信房は阿波、新兵藩岸助行が三政かといった具合である。その頃、 清盛は福原の別荘にいたが、摂津の左衛門森住に命じて、門脇の最将のところへ、至急丹波の少々をこちらへ出頭させるように、と言い送った。なんということだ、今頃になって。もっと前に行ってくれれば諦めもつくというのに、またまた心配させる気なのだろうか。最将は、 さすがに兄のやり方が腹立たしかった。言っても無駄とは思いますが、もう一度清盛様にお頼みになっては。そう言って女房たちは盛んに宰相に頼むのだった。いやいや、言うだけのことは言いました。あとは私が出家でもするよりほかには言うこともありゃせんよ。私としては。 今後少々がどんな人里離れた偏僻な場所に行かれても命のある限り安否をお尋ね申し力になってあげるつもりです。今の私にはそれが精一杯です。平家の一族で清盛の弟であるこの人が言うのだからもう致し方はなかった。少々は泣く泣く出発の用意に取りかかった。 少々には今年三つの男の子があった。普段は年若い父親のせいか子供のことには至って無関心であったが、さすがに二度と再び会えるかどうかという時になると子供の顔が見たいと言い出した。乳母が抱いて連れてくると少々は膝の上に抱き上げ髪をなでなでしながら、お父さんはな、お前が七つになったら元服させて、 王王のおそばに仕えさせようと思っていたのじゃよ。でももう今は全ての希望は失われたのじゃ。もし無事に成長したら、坊主になって父の御世を弔っておくれ。少々の言葉をつぶらな瞳を上げてじっと聞いていた幼児は何事か分かったのか、こっくりとうなずいた。そのあどけない様子が、 一層あたりの人の涙を誘うのであった。そのうちまた清盛の使者が来て、今夜中に鳥羽まで来るようにとの言命であった。別にそれほど伸びるわけでもないのに、せめて今夜ぐらい都に至ってよいではないか。と何度も言ってみたけれど、聞き入れられず、少々はその夜、名残尽きぬ別れを後に。 我が家を出たのである福原に着いたのは6月22日である一応備中の国に流罪と決まり瀬能の太郎兼安が警備の任を帯びてゆくことになった兼安はとかく後々宰相から恨まれるのが怖いからかゆいところに手の届くようないたわり方で 少々の心を何とか慰めようとするのであるが少々の方は一日として楽しまぬのである彼の心には父成近の行方だけが気にかかっていたのであるその成親は備前の小島が港に近いという理由で備前備中の境ありきの別所という山寺に移されたこのありきの別所と 少将のいる備中の背のとはわずか五十丁足らずという目と鼻の間であった。人づてにそのことを聞いた少将はどうにも懐かしくなってある日金安に父上のいられるありきの別所まで何里ほどのところなのじゃと尋ねた。本当のことを言ってはかえってつらいだろうと思った金安は「さあ片道。 十二三日もかかりましょうか。と、空とぼけて答えた。少将は、日本は昔、三十三カ国であったのを、後に六十六カ国に分けたのじゃ。備前備中も、元は一つの国であった。東国の出は陸つも、その伝で二つに分かれたと聞いている。昔、実方中将が欧州へ流され、 この国の名所、阿こやの松を見ようと尋ね歩いたが、見つからなかった。たまたま一人の老人に出会って、東国の名所、阿こやの松を知っているかと尋ねると、それは大方、ではの国でしょうという返事に、国の名所が忘れられるとはよも末じゃと言って嘆くと、老人は、あなた様は、道の区の阿こやの松に子がくれて、 いずべき月の日でもやらぬかという歌で東国の名称をお尋ねになるのでしょうがこれは実は両国が一つであったとき読まれた歌で今ではアこやの松は「ではの国にござりましょう」と言ったそうだね方中将はその後「ではの国」で松をご覧になったというところであなたは ありきの別所まで十の太宰府から都まで十五日で来るものをいくら遠いと言っても備前備中の間が十二三日かかるわけがないせいぜい三日というところであろうそれをあのようにでたらめを教えるのは所詮父の在所を私に教えたくないためなのでしょう少々は二度とこのことを口にしなかった ン死去やがて星将寺修行瞬間、丹波の少尚成ね、平飯願安頼の3人は清盛の命令で薩摩方の機械ヶ島に流されることになったこの機械ヶ島とは都を遠く離れた孤島であり便箋もろくろく通わないという離れ小島である住民は 土着の土民がいることはいるが、体は煙じゃらで、色は真っ黒く、烏帽子をつけている男もいないし、女は髪も下げていない。言葉は点で通じないという心細さである。他を耕すすも知らず、食べ物はもっぱら魚長を常食としている。蚕など飼うことも知らないから、身にまとっているものはほとんどないという。 全く原始人そのままの生活が続けられていた。島の中に高い山があり、年中火を吹いて、辺りは硫黄が満ち満ちていたので、硫黄が島とも呼ばれる。雷がしょっちゅう鳴って、雨もよく降る。とにかく、およそ慣れない人間の住みえるようなところではなく、ここに流されることはいわば、 自然に死を与えるのと同じ結果であった。新大納言成親は、そのうちには平家の追求の手も緩むかもしれないと、やや期待していたものの、成常が今また機械が島に流されると聞いて、もはやこれまでと思い切った。出家の志を申し出て、法王からの許しもいただいた。 長年着慣れた着衣と引き換えに黒染めの衣に着替えた時はさすがに感無量の心持ちであった。成親の奥方はその頃北山雲林院の近くに忍び暮らしを続けていた。ただでさえ住み慣れぬ場所はいろいろと心苦労の多いところへよう忍ぶ身はひとしおでその日その日をやっとの思いで過ごしているありさまであった。 昔は、召使いも家来も多く仕えていたけれど、平家に睨まれて以来、高難を恐れてか、訪ねてくる者も,もなかったが、ただ一人、現財門の城信仁だけは、昔と変わりなく、時々訪ねては、何かと面倒を見、慰めていってくれるのであった。ある日、奥方は信仁に、何でも、 殿は一時は備前の小島とかにいられたと聞いたが近頃はありきの別所におられるという話です。何とかしていま一度お便りを差し上げできたらあちらの様子も知りたいと思うのだけれどどうにかならないものだろうかと相談を持ちかけた。それは良い考えでございます。ぜひ私がお使いに参りたいと存じます。だがありきの別所までは。 かなりの道のりだそうな。どんな危険があるかもしれぬのに。何をおっしゃいます。幼少から殿にはお目をかけていただいた私、いまだにそのお声がはっきり耳に残っております。ゴルザイの時にもお供を願い出て、お許しが出なかったのが何よりの心残りでおりました。いかなる目に遭いましても、きっと殿様にお目にかかってまいります。ぜひ。 おょを頂戴いたしとうございます。嘘偽りのない真心を表に見せて、涙ながらに言う信利の言葉に、奥方も人方ならず喜んだ。奥方はじめ、若君、姫君の文を懐にして、信利は、はるばる、ありきの別所を訪れてきたのであった。難波の次郎常とうも、信利の志に感じて、 すぐに成親のところに案内した。成親はちょうど今しも都のことなど思い出しつつ、そばの者のにいろいろ思い出話をしていたところだったが、都から信利が訪ねてまいりましたという知らせに、夢であろうかと疑いながら、急いで部屋のうちへ生じ入れた。信利が一歩足を踏み入れると、まず粗末な部屋の作りが目に入った。 同時に昔に変わる墨染め姿の成親を見出した時はいつか目の先がぼーっとかすんで成親の姿もはっきり目に映らぬほどであった。ようやく涙を収めると信人氏は奥方からの心のこもったことづてをこまごまと伝え懐から命に代えてと大事に持ってきた手紙を差し上げた。 さすがに懐かしい奥方の筆跡を手にすると、成地下の手はブルブルと震えるばかりで、一向に読み出すことができない。よう,ように手紙を開いても、すぐに涙で書き曇って、書いてある字もはっきりと見えないのである。子供たちが、朝晩あまりにあなたのことをお慕いするので、私も身を切られるように辛く。などという文句が、 ところどころに読み取れるけれどこうやって目の当たりに懐かしい水茎きの跡を見るとその恋しさ悲しさは募るばかりで主従互いに涙にむせんで言葉を交わすこともできなかった。四五日たった時信俊は「おそばにいて殿のご最後をお守りしと思います」と繰り返し常とに頼んだが聞き入れられなかった。 成親も半ば心頼みにしていたのだが、今はもう諦めていた。早く帰った方がよかろう。私も近いうちに殺されるらしいが、死んだあとは私のご世でも弔っておくれ。これは奥方に渡してやってくれ。くれぐれも面倒を見てやってくれよ。信俊が、それではまた伺いますると言って出ようとすると、 成近はししばらくしばららくくもう一度戻って顔を見せてくれ」と呼び返しまたしばらくして信仁が腰を上げかけると何のかのと言っては呼び戻すのであった信仁も後ろ髪は引かれる思いだがと言っていつまでもこんなことを繰り返してもいられず泣く泣く後を振り返り振り返り別れを告げた。 奥方は成親の手紙の中に巻き込まれていた黒髪の一房を見てとてもたまらず泣き伏してしまった若君姫君も母に取りすがって声を立てて泣くのであった八月の十九日大納言の死罪が決まった備前備中の境にある吉備の中山が大納言終焉の場所といわれる なりちかの最後の様子はいろいろ伝えられていて、はじめ毒殺を図ったが失敗し、ついに二畳の崖の上から突き落とし、下に皮脂、刃物に絵をつけたものを立てて、これで体を貫いて死んだと言われる。とにかく無残な殺し方であったらしい。夫の死を聞いた奥方は、今は生きていてもかいないと、 母大院という寺で出家し、成地家の冥福を祈って暮らすこととなった。彼女は山城守厚方の娘で、後白河院の長愛もひときわ深かったほど美しい人で、後白河院がお気に入りの成地家にくださったものであった。華やかな夢も今は昔の物語、甘姿になった奥方と共に幼い子供たちも、 花を折り水をくんでひたすら父の御世を弔うのであった「徳大寺の沙汰」そもそも成親京が平家滅亡の計りごとを練るようになったのはいつかの人事異動がもとであったのだがあの時にやはり右大将平の宗盛に横取りされて がっかりして家に引きこもってしまった人がある。徳大寺大納言実帝である。その後も平家専王の世の中にいよいよ愛想を尽かした実帝は出家の志を立てた。ある月の良い晩であった。実帝は南表の見越しを上げて月を眺めながら行く末のことなど思いふけっていると、 当の大夫、重金という家来が参上してきた。なんじゃ、今自分。いえ、ただあまりに月がよろしいので、なんとなくご機嫌伺いに参りました。それはちょうどよい。わしも話し相手がないものかと思っていたところだった。実定は、重金を相手によもやまの世間話に打ち狂じていたが、そのうち、いつしか話題は、平家一門の話にも触れていった。 全く近頃平家の勢いは恐ろしいくらいじゃ。重盛宗盛と息子がそろって左右の大将。あとには三男智森、孫のこれ盛もおることだし、平家以外の家の者では大将になる望みはなさそうじゃ。わしもいつかはと思っていたが、この分では到底望んでも無駄だと悟ったのじゃ。いっそ出家でもしようかと思ってのう。 それはとんでもない。早まったお考えかと思います。もし殿がご出家遊ばすようなことにでもなったら、家内中が途方に暮れてしまいます。それよりも、私、ちょっとした明暗があるのでございます。それは他でもない。秋の厳島へご祈願においでになるのです。あそこは平家の人々が敬いあめるお社でございます。何もおかしいことはありません。 あそこには、ないしと申す舞姫がおります。彼女らは、きっと珍しがって、いろいろ接待するはずでございます。そのとき、何をお祈りにいらしたのですかと聞くに違いありませぬ。ありのままおっしゃるがよろしゅうございます。ご帰郷の際は、おもだったないしを連れて、都へお帰りください。彼女らは、帰りにきっと西八条の清盛港のお屋敷にご挨拶に行きます。 清盛公は、状況の目的を内しにお尋ねになるに決まっております。すなわち、殿のご祈願のことも、清盛公の耳に入ります。平家の尊洲する八代に祈願したと聞けば、喜ぶに決まっています。何か、良いやんばいにことが運ぶかもしれません。熱心に耳を傾けていた実弟は、手を叩いて喜んだ。まったくだ。 たしかに妙案かもしれぬ。早速参詣の準備をいたせ。さて秋の厳島に着くとそこには内氏と呼ばれる美しい舞姫がいて日夜参詣人をもてなす習わしであった。この社に平家以外の方のご参詣とは珍しいこと。と言って武学神楽美琶琴とある限りのもてなしをして。 実定を慰めた。「それにしても珍しい。一体何をご祈願にいらしたのですか?」。案の定内氏が訪ねたので、実帝はかねて定めた通り、日頃望みの大将の位を他人に越されてしまったので、その祈願達成のためと答えた。さて、7日の参朗が済むと、主だった内氏十数人は、 船を仕立てて都まで見送ってきた。実弟は屋敷に連れてきて丁重にもてなし、土産まで与えて返した。せっかくここまで来たのだから。と内氏たちは、西八条に清盛を訪ねた。突然の内氏たちの訪問に清盛は驚いて訳を訪ねた。徳大寺大納言の御三家の木と、名残惜しさにここまでついてきてしまいましたので。 それはめずらしい。なんでまたあの男が厳島に参詣に行ったのじゃろう何でも大将にご昇進のためのご祈願とかを伺いましたが。何そのためにわざわざ厳島まで下校いたしたと。それはまたなんと気読なお人であろう。この京都にも由緒深い神社仏閣も多いのに、わざわざ平家一門の帰還する厳島に参詣するとは見上げた志じゃ。 清盛はすっかり上機嫌になった。間もなく重盛が左大将を辞め、範盛を超えて、実定に左大将の事例が下りた。まんまと主従の計画が功を奏したのである。それにしても、成親も早まったことをしたものである。謀反などを起こさずにもっと賢明なやり方で自分の身を守るべきであったのに、惜しいことをしたものである。 門滅亡後白河法皇は前々から三井寺の高賢僧侶を師範として「神言の秘宝」を学んでいられたが大日教金剛長教素質地教の三部の伝授も住み9月4日三井寺で御官定をお受けになることとなったこれを聞いた三門の大師はひどく憤慨して騒ぎが大きくなってきた。 昔から御勘定の御樹会は当山で受けると決まっているのに洗礼を破って三井寺でやるのなら三井寺を焼き払ってしまうぞと言って脅かした。法皇は三門を刺激しても無駄だからと三井寺での御勘定は一応お取りやめになったがもともとそのおつもりであったから四天王寺へおいでになり御地行院を建立。 亀井の水を五秒の治水として伝報勘定をおとげになったのである。この事件はこれで蹴りがついたわけだが、当時三門では学生と同寿が仲が悪く、合戦に及ぶことも何度かあり、その度に学生が負け、何人かの学生が命を失い、三門の滅亡も時間の問題かと思われてきた。元来学生とは、 山にこもって士官・神言の領業を治め学問修行に勤める者を指し道寿とは学生付きの稚語が奉仕になったのや雑益の僧とかであったが次第に増長し大主に立ち向かうようになってきたのである。これに手を焼いた大主は彼らは隠住思想の命に背いて勝手に合戦を企て迷惑いたしますので。 速やかにご討伐くださいと朝廷や武家に願い出たのである清盛は道寿討伐の院前を受け取ると紀伊の国の住人湯浅の権神宗重以下畿内の兵2004人を大主応援に繰り出して道寿に立ち向かうことになった道寿は近江の国三賀の省から兵を集め宗井坂に城を築いて待ち受けた。 9月20日午前8時、大主3,000人、官軍2,000余儀の計5,000人が総居坂に押し寄せたが、大主は大主で、官軍に先陣をと願い、官軍は大主を先頭にと思うので、思うようにも戦うことができず、そのうち城内から石垣を外して石を転がしたので、大主、官軍の死者は数知らず。 ままたまた戦は同時の勝利に終わった。同時に味方している者の中には諸国の窃盗、強盗、山賊、海賊といった命知らずの者が多く自分一人と思い切って戦うので強いのである。その後、山門の後輩ぶりはひどかった。山門に住む人は極めてまれで真理の都といわれ、 上下の人々の尊敬と信仰を集めていた面影は一つとして残っていなかった。今や300年の歴史を誇った天台宗の宝刀を掲げようとするものもなく、昼夜の別なく焚かれていた光の煙も耐えようとしている。かつては青空にそびえ立っていた銅舎もすっかり荒れ果て、金の仏像も雨に濡れるありさまであった。 こういう様相は日本ばかりでなく、遠くは仏教の発祥地である天竺でも、竹林少女、ぎっこ独音といった聖地も、狼や狐の住みかと化し、また中国でも、天大山、五大山、白馬寺、玉泉寺といった有名な仏寺が住み手もないままに捨て置かれているらしい。我が国の奈良の七大寺は荒れ果てているし、 昔は道等が軒を並べていたあたご高尾も天狗の住処になってしまった。こういう世のありさまを見るとあれほど尊かった天台の仏法が滅びるのも無理はないかもしれないがそれにしても惜しいことである。人のいなくなった僧帽の柱にこんな歌が書きつけられていたという。 祈り越し、我が立つそま」の引き換えて「人なき峰」となりや果て難これは伝教大師が永山創立の時あのくたら三脈三菩提の仏たちに祈った時「あのくたら三脈三菩提の仏たち我が立つそまに妙があらせたまえ」と祈られた時の言葉を思い出して読んだものらしかった。 全光寺炎上同じ頃信濃全光寺が火事にあったこの寺の本尊である如来は昔中天塾社国に五種の悪役が流行した時学貝長者が竜宮城から縁武打言を取り寄せて釈尊木蓮長者と三者が心を合わせて鋳造した阿弥陀如来の霊像と言われた。 それが、仏滅の後五百四年、天竺にとどまり、後、九だら国に移り、一千年を経て、金明帝の御世に日本に渡り、摂津の国、南波の裏の底深く、金色の光を放っていた。たまたま、信濃の国の住人に、本田義光という男がいて、都に登り、如来のありかを知って、これを、 信濃の国水地の氷に移した時百584年ほど経つが火災に遭ったのは初めてのことで霊児霊山が次々に滅びてゆくのは指物平家の世も末になる前触れだろうと噂された安よりのりと 機光ヶ島に流された瞬間、安より成常の三人は、少将の衆と、西條範盛の領地である、肥前加瀬之昌から、何かにつけて、衣類や食物を送らせるように手配してくれたおかげで、どうやらこうやら、生きることだけはできたらしい。安よりは、かねてから出家の志を持っていたが、流罪の途中、周防の室住で出家し、 少々と名乗った「ついに書く背き果てける世の中をく捨てざりしことぞ悔しき」これはその時の歌である。「少々と安よりは前から熊野権現の信者であったからなんとかこの土地にも熊野権現を祀って一日も早く帰京のかなうように日夜帰参しようという相談が持ち上がった。 どうじゃ間どの、あなたもこの計画に一枚お加わりなさい都へさんの望みもかなうかもしれぬふたりが熱心に進めてもしかし瞬間はバカバカしそうに首を振るばかりであった安頼と少々はそれならばと今度はふたりだけでどこか熊野に似た場所を探そうと島のぐるりをあちこち歩き回ってみた こんな島ではとても見つからないのではないかという懸念を破って、目の前に熊野の山にそっくりの場所を見つけたときは夢かと思うほど喜んだ。ちょうど紅葉の頃で林は金秋の装いに包まれていた。雲かと思えるばかりにそびえ立つ峰々は淡い薄着布に包まれたようにほのぼのとした彩りを見せている。 南をはるかに見下ろすと果てしなく続く太陽がまんまんと水をたたえ北は我が,がたる山岳からほとばしる滝のしぶきの白さが目にしみるようであったそれは目の当たりキーの熊野がそこに立ち現れたような錯覚さえ与えるほどよく似ていた「ここは本宮といたぞそれではこちらは新宮がよかろう」 あちこちの峰にもいろいろ名前をつけて、安寄りを先頭に、少々と二人、毎日熊野詣の真似ごとをして、真剣な祈りを捧げていた。南無権現金剛道時願わくは哀れみをおかけくださいまして、都へ返し、祭司の顔を今ひとたび見せてくださいますように。これが毎日続くと、着替えの上へもないから、 朝の衣を身につけ沢の流れで水ごりを取りながら岩田川の清流に見立てるのである安よりは山系の旅ごとに通りのりとを捧げることにした五平神など気の利いたものもないから花を倒って代用にしていたい、当たれる祭事自称元年日のとの鳥。り 月の並びは十月二月日の数三百五十四日,日吉日両親を選んで駆け膜も片付けなく両元は日本一なる湯や三女権元、飛龍大札多の享梁のご神前に新人の大世主少々藤原の成常ならびに社民少々一心少女の誠をいたし 三号一致の志を抜きんで慎んで敬い申す。それ熊野本宮の阿弥陀如来は再度苦会の教主発信・法針・往診の三診を備えたる仏なり、あるいは早玉宮本地の薬師如来は、腫病・出所の如来なり、あるいは結びの宮の本地薬師如来は、腫状救済の仏、 東学の菩薩なり熊野大四宮十一面観音はシャバ世界苦を救い無為を施す仏にして頭上の仏面を表して舟上の書眼を見て給えりこれによって神一人より下万民に至るまであるいは現世安穏のためあるいは五章全書のため明日に浄水を結んで煩悩の赤をすすぎ 夕べに新山に向かって奉納を唱うるに感応なきことなし、我がたる峰の高きおば新徳の高きに例え、賢賢たる谷の深きおば仏の誓いの深きになぞらえて、雲を分けて登り、露をしのいで下る。ここに菩薩の利益を頼まずば、いかで賢難の道を歩まん。権の徳を仰がずんば。 なんん、ぞ遊園の境に増しまさよって「庄城大権現」「飛龍大去った清廉慈悲」のまなじりを相並べ「サオシカ」の御身を振り立て我らが無二の精神を知見し一つ一つの願い事聞き入れたまえ結ぶ「早玉の領女権現」「おのおのその気に従って無縁の主情を導き無縁の軍隊を救わんため 尻尾に飾られたる極楽の光を捨て六道三羽の煩悩の塵に交わりたまえ故に上皇を転じ長寿を求め長寿を売るため大拝袖を連ね礼拝礼天をささぐる暇なしにんにくの衣を重ね角道の花をささげて神殿の床を同時信心の心治水のごとく済ませたり 神明濃受したまわば願い事んぞ成就せざらん願わくは十二所権限左遷の憂いを休めて気楽の本懐を遂げさせたまえ外流し。少々と安寄りの熊野詣では異常な熱心さで続けられた。 時には、徹夜で祈願をすることもあった。ある日、いつもの通り、夜になって、二人は一晩中、今用などを歌い続けて、さすがに明け方疲れ果てて眠ってしまったことがある。安よりも、知らず知らずのうちにまどろんでいたらしい。沖の方から、白穂をかけた小舟がやってきて、中から、 紅の袴をつけた女たちが三十人ばかり岸に上がってきて鼓を打ち声を合わせて今ようを歌い出したのであった「よろずの仏のがんよりも千樹の近いぞ頼もしき枯れたる草木もたちまちに花咲みなるとこそ聞け」三遍ほど繰り返すと その姿はかき消すように見えなくなったあれ女たちが自分の声で目を覚ました安りは初めて夢であったことに気がついて不思議な気がしたどうやらあれは竜人の化身であったらしいが三女権現のうち西の御前と申すは千手観音がご本体竜人は千手観音の守護神じゃ これは熊野権現が我らのがんをお聞き入れになったしるしかもしれぬぞ。今後は一層の精進をいたそう。しばらくしてまたある晩夢を見た。沖から吹いてきた風に二枚の木の葉が舞い降りてきて二人のたもとに吹きかけた。手に取ってみると熊野の凪の葉である。 虫に食われて、ところどころ穴の開いているのが、よく見ると言葉になっていた。ちはやぶる、神に祈りの茂ければ、などか都へ帰らざるべき。少々と安よりは、夢から覚めた後、いつまでもそのことを話し合っては、勇気づけられたのである。安よりは、 何としても故郷の恋しさに耐えられなかったので、せめてもの心の足しにと、千本、外葉を作り、盆寺、年号、月日、それに平反願安頼と署名し、二種の歌を書きつけた。薩摩方、沖の小島に我ありと、親には告げよ、八重の潮風。思いやれ。 しばしと思う旅だにもなおふるさとは恋しきものをその言葉を浜辺に持って行くと八百万の諸々の神々よ願わくは一本なりと都に伝えてくださいと祈りながら寄せては返す波の旅ごとにそっと外場を海へ送り出した外場を作っては流し 作っては流ししていたから長い間には外場も随分の数になったわけである安頼の真心が通じたのか神明のご加護があったのかそのうちの一本が秋の厳島に流れ着いたのであった安頼の知り合いのある僧が便箋でもあったら機械ヶ島にでも渡り 安頼の消息を訪ねてみたいと思い立ち、西国修行に出かけて、厳島に参詣した。厳島大明神は、もともと海に縁故のある神で、釈迦竜王の第三の姫宮と言われ、今日までいろいろ不思議な霊言のあったことを聞かされて、僧はしばらくとどまって、参老することにした。 五島大明神は八つの神殿からなり、海の際に臨んでいた。夜になると月が昇り、その澄んだ影は水にも砂浜にも美しい光を投げていた。満潮になると大鳥居も朱塗りの玉垣も瑠璃色を帯びて青白く光った。引き潮になると斜前の白砂には霜が降りたように見えた。 その神秘的な美しさに我知らずうっとりとしていた層が気がついてみると波の合間合間に漂い流れている木図の間に何やら妙なものが浮いていた手に取って拾い上げてみると外場である何だってこんなものがと思いながらよくよく眺めてみるとそれが例の安りが流したうちの一つなのである 文字を彫り込んでおいたものが波に現れても消えずにそのまま残っているのであった。僧は早速この外葉を持って急いで京に行き、一条の北紫野に忍び住む安頼の老母と妻子に見せたのであった。なんと不思議ないくらでも海辺はあるものよりによって五福島とは。それにしても、 もろこしのあたりにもながれつかずにこんなところまでながれてきてまたまたわたしたちにかなしみをおもいださせようというのか老婆はそとばをてにしてしみじみとながめながらつぶやいたこのことがほうおうのおみみにもはいりなにかれらはまだ生きていたか。なんとあわれなことよ。 またさらに涙を流しておいでになった法王はさらに重盛にこのことを伝えついに外場は清盛の手にも渡ったさすがに墨籍でもない清盛も心中同情を禁じえなかったらしく暴れみの言葉を漏らしたのであった祖父 この話は落中に広がっていった。特に清盛までが哀れに思ったというので、いつしか安頼の歌は、今日の章下、老いも若きもが、機械ヶ島流人の歌として口ずさむようになった。千本作った外場だから、それほど大きいわけはなく、むしろ小さなものだったろうに、波に押し流されることもなく、 はるばる万里の波頭を越えて故郷に届いたのは、やはり安頼の一年が通じたのかもしれない。ところで、これに似たような話が中国の古事にある。昔、漢の武帝が故国を攻めた時、はじめは立正慶を対象として三十万騎を差し向けたが、分運つたなく破れ、立正慶は捕虜になった。 次に祖父を対象として五十万機を派遣したが、これも散々の負け戦である。六千四人が生け取られ、その中に祖父も含まれていた。故国は彼らのうち重だった者六百三十四人の片足を切って追放した。そのほとんどが死んでしまった中で祖父一人は生き残った。 不自由な片足で野山の草の実を拾い野草を食べどうにか生きながらえていた野原に降り立つ狩りの群れさえ祖父の姿を見て逃げる者は一匹もいなかったこの狩りは秋になるとここを去って遠く漢の都へ飛んでゆくことに気のついた祖父は一羽の狩りの足に手紙を結びつけて心から 漢王の手に渡してくれるように祈った菅の都ではある日漢王が少林園にいる時一群れの狩りの列から一羽がさっと舞い降りて手紙を落とした不思議なこともあるものかなとそれを開いてみると岩窟に閉じ込められて3年今では荒れ果てた荒野に捨てられ 一本足の実で生きていますたとえこの実はこの国で死んでも魂は決して君のおそばを離れぬつもりです」とあったなんとまだ祖父が生きていたこれはまさしく祖父の筆跡驚いた漢王は今度は百万の大軍を故国に差し向けた今度は漢の勝利となったので祖父は 立引き引き官軍の陣営を訪ね祖父であることを名乗った十九年の後祖父はやっと故郷へ帰ることができたのである官王は大いにその志に感じ高官に任じ大国を与えて労をねぎらった一方李承慶も国へ帰りたい心は同じだったが 皇王が許さないので、悶々の日を送っていた。そうとも知らない官王は、不中の男だと、死んでいた両親を掘り起こし、無知で打ったり、親類縁者をそれぞれ罪に服させたりした。このことを伝え聞いた李承敬は、恨み悲しみはしたが、なお故郷小石の一年闇がたく、筆を取って、 不中ではないことをこまごまと記して送った。漢王はそれを読んで、自分の行為をひどく悔やんだそうである。菅の国の祖父は狩りに頼りを託し、我が国の安よりは波に頼りを託して、思いを故郷に告げた。城代と松代、故国と機械ヶ島と、土地こそ変われ、心は 相似たようなものである。現代語訳平家物語第二巻終わり。